皆さんこんにちは、ももちです。今回はですね、じゃーん、理想を叶えるために新月にやるべきノートの書き方についてお話をしていきます。新月はですね、ノートに望みをたくさん書くとすごく叶いやすい絶好の日なんですよ。スーパーいい日みたいな感じなんですよね。で、今日はですね、書き方だったりとかどういったことをやっていけばいいかっていうところを皆さんにお話をしていきます。望みっていうのは、例えば収入を上げたいとか結婚したいとか、そういうもので全然 OK なので、今日はですね、このお話をしていきます。そもそも新月がなんでいいのかっていうと、私もですね、星とかがすっごい詳しいわけじゃないんですけれども、新月ってそこから月が増えていくというか、欠けた月が満ちていくじゃないですか。なので始まりって言われてます。イメージ的にこう種まき、望みの種をまくと満ちていくのに従って、成長のエネルギーっていうのが一番降り注ぐのが新月って言われているんですね。もう新月にこう願いを書くっていうことをやってみてすごく思うことは、普段生きてる中で望みを書くとか、自分の今の望みをちゃんと確認をすることってなかなか難しいし、忘れちゃうと思うんですよ。それを新月っていうものを、口実じゃないけど効果もあるので、それを理由にして、そのタイミングで必ず時間をとって今の自分の望みを出すっていうのは、自分がね、望みを叶えていく上でめちゃくちゃいい機会だなと思っています。新月って大体今2個から10個望みを書くといいっていう風に言われているんですけど、10個って結構多かったりするじゃないですか。だから自分の望みを書くいい練習にもなると思ってます。自分の気持ちが分かっていなかったりとか、望みに制限をかけている場合、例えば自分なんかがそんな玉のこし乗りたいなんて書いたらいいのかなとか、年商を10億いきたいとかさ、もし思ったとしても、私なんかが書いていいのかなって思っちゃうと書けなかったりとかするんですよ。そういう風に出すっていう行為をしていくと、そういうね、自分なんかがやっていいのかなとか、こんなことみんなに笑われないかなって思う望みもどんどん出す練習になっていくので、ぜひやってみてください。叶う速度も本当に加速するので、ノートに新月の願い事書いてみてください。で、ここからは書き方のポイントをですね、3つお話をしていきます。まず一つ目は、自分主語で書くっていうところです。例えばなんだけど、彼に LINE を返してほしいとかは、主語は彼ですよね。そうではなくって、いつでも彼から連絡が途絶えない私になりたいみたいな感じで、自分のことを書いてください。これも結構大事なポイントです。人は変えられなくって、変えられるのって自分だけなんですよね。なので、基本的には全部自分主語で書いていくっていうところ、皆さん望みを書いた時に、ちゃんと自分主語になっているかどうかっていうのを確認をしてください。LINE が返ってくる私になりたいとか、あと LINE が返ってこなくても気にしない私になりたいとか、 LINE がなくても彼からの愛を受け取れる私になりたいとか、どんな形でもいいんだけど、自分主語で書くっていうのが一つ目のポイントになります。次、二つ目のポイントが、これはマストではないんだけど、完了形で書くっていうところは私はすごくおすすめをしています。いつでも彼から連絡が返ってくる私になりたいではなくて、いつでも彼から連絡が返ってくる私になりましたっていうことです。要はもうその物事が叶ったかのように書くっていうことですね。これはなんでいいかっていうと、叶ったっていう風になった時って、自分が叶った時の感情っていうものがイメージしやすいと思うんですよね。例えばいつでも彼から LINE が返ってくる私になりましただった時に、嬉しいとかやったみたいな感情がイメージしやすいと思うんですよ。私は以前こちら、理想を叶えるスピードを加速させるっていう動画でもお話をした通り、望みが叶う、引き寄せっていうものはですね、感情に一番働くんですよね。要は自分が感じている感情に引き寄せが働いていくんですよ。感情をですね、感じていると、またその感情を感じられる出来事が引き寄せられてくるので、より叶いやすくなります。もう一つ完了形で書いた方がいい理由としては、なりたいって思ってる時、まだなってないっていうことを認識するわけですよね。なりたいと思ってる時って、なってないからなりたいと思うわけじゃん。例えば月収100万円になりたい、ダイエットして5キロ痩せたいって叶ってないから思うわけじゃないですか。何々したいしたいしたいって思ってると、その望みに強く執着をしてしまう原因にもなっちゃう。理想を叶える速度を逆に遅めてしまうんですよね。でも10キロ痩せましたとかだったら、うわーみたいな感じじゃないですか。なりたいっていうグーって力が入った感じと、10キロ痩せましたやったーって感じて、完了形で書いた方が軽いんですよね。なので自分の執着っていうのをつけないために、完了形で書く、そして感情を感じて叶う速度っていうのを早めるためにも、完了形で書くっていうのをおすすめしております。最後
後は新月になってから書くっていうことですね。新月になる時間っていうものは調べていただくと出てきます。時間になってから書くっていうこと、そこから2日以内、48時間以内に書くといいっていうふうに言われているので、まあ、そちらもね、よかったらぜひ調べてみてください。ただですね、叶う速度が加速するポイント3つをお話ししたんですけど、今まで新月とかに願いを書いたことがないとか、そもそも自分がこうしたいっていうビッシュリストを書いたりとか、日頃願いを書く習慣がないっていう方は、このルールをあまり気にしすぎずに、この新月に願いを2個から10個書くっていうことを習慣化する方がよっぽど大事だと思います。先ほどお伝えした通り、もちろん新月に願いを放つとですね、叶う確率っていうのが上がっていくんだけど、じゃあ新月に願いを放たないとそれ以外の日は叶わないのかって、そういうわけではないんですよね。シンプルに叶う速度が2倍だよみたいな感じなだけであって、2倍なのかわからないんだけど、叶う速度がよりパワーが強いよっていうだけあって、じゃあ日々日々感じていることが意味がないかって、全くそうではないんですよ。なので日々日々感じることもしていない方っていうのはね、このルールに縛られすぎちゃって、例えば新月になってから書かなければいけないって思うから、その日の夜とかに、今日書きたいのにまだ新月になるまで5時間あるから書くのをやめとこうとか思って忘れちゃったりとかしたら、本末転倒じゃないですか。私も1000人以上の方とカウンセリングをしてきて、すごく感じるのが、今の自分、例えば今の仕事が嫌だとか、今の生活が嫌だっていう、嫌だっていうものを分かっているけど、じゃあどういうものがいいのか、どういう生活だったらいいのか、どういう仕事だったら極上なのかっていう望みの知らない方がすっごく多いんですよね。これはやっぱり自分の望みを出すっていう練習、その癖がついていないからっていうところでもあるので、ぜひですね、この新月っていうものを利用して自分の望みをどんどん出すっていうものをやってみてほしいし、意識できる方は今日お伝えした3つのポイントをやってみてください。もっともっと細かいルールはたくさんあるんだけど、この3つができた上で調べていただくといろんなルールが出てきます。ただ、私のね、 YouTube を見てくださっている皆さん、私は自分のね、ファンの子たちをももらーって呼んでるんだけど、ももらーちゃんに関してはまずは出す、本当に気合い入れていろんなルールで縛りつけて1ヶ月やって2、3ヶ月もやりませんでしたとかなっちゃうと意味がなくって、だったらゆるゆるなルールのまま1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、半年、1年続けていく方がもう何百倍も価値がありますので、皆さんまずはぜひやってみてください。新月やってみたよっていうものがあったらコメント欄いただければ、他の方も気合いになると思うので、よかったらコメント欄もお待ちをしております。はい、というところで今回はですね、新月にやるノートの書き方についてお話をさせていただきました。よかったらぜひ実践をしてみてください。それでは今日の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。